2023年10月26日にロシア西部のクルスクにある原子力発電所が、ウクライナ軍のドローン3機によって攻撃を受けたとして、28日にロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官がウクライナによる核テロ行為であるとした上で、極めて危険な行為であり、取り返しのつかない結果を招きかねないとして、ウクライナを非難する声明を発表したよ。ザハロワ報道官によると、3機のうち1機が原子力発電所の使用済み核燃料貯蔵施設に衝突して貯蔵施設の外壁に損傷が生じ、残りの2機は原子力発電所施設の敷地内に落下したとして、それらドローンに西側諸国から供給された部品が使用されていたとして、このドローン攻撃が西側諸国が許可したことは明らかであるとして非難しているが、この原子力発電所攻撃に関する動画や画像などはなく、これを証明する証拠についてもロシア側からは何も示されていないぜ。なお、攻撃を受けたとされるクルスクの原子力発電所については、現時点で正常に稼働していることを関連当局が説明しているらしい。さて今回は、ロシアがウクライナに原子力発電所を攻撃されたと非難している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。このロシア外務省の発表の前に、ロシア国防省が27日にロシア国内へのドローン攻撃を阻止したと発表していたが、原子力発電所への攻撃であったことは明らかにしていなかったんだ。これに先立つ10月25日、ウクライナ西部フメリニツキー州でロシア軍のドローン11機による攻撃があり、ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領が同日夜のビデオ演説において、同州にあるフメリニツキー原子力発電所が標的にされていた可能性が高いとしてロシアを非難した上で、ロシア軍が原子力発電所への攻撃を行っているため、ウクライナにとって防空システム強化がいかに重要であるかがわかるだろう、と述べて、西側諸国に対してさらなる防空システムの供与案に要求していたよ。ゼレンスキー大統領の演説では、原子力発電所の関連施設の窓ガラスが割れる被害があり、職員など20人が負傷したとしているものの原子炉など原子力発電所への被害はなかったとして、攻撃はロシアがイランから購入した自爆攻撃型ドローン車ヘド136によって実施されたとして、原子力発電所施設内でのドローンの爆発の衝撃や残骸が落下したことなどによって、原子力発電所が被害を受け、放射線監視施設が停電のために一時的に機能を停止したとしているね。この攻撃について国際原子力機関 IAEA のラファエル・グロッシ事務局長が、原子力発電所の多数の窓が割れたということは爆発が非常に近くで起きたことを意味するとし、次にまた攻撃があれば今回のように幸運で済まないかもしれないとする危機感を表明した上で、原子力発電所への攻撃は何としても避けなければならないと訴え、今回の事態によって、ウクライナでの原子力の安全管理体制が極度に不安定な状態に直面していることを改めて示していると強調し、この状態は悲劇的なこの侵略戦争が続く限り変わらないと続けて懸念を表明したぜ。ロシア側がクルスクの原子力発電所が攻撃を受けたとして声明を発表したことについては、このグロッシ IAEA 事務局長の発言を受けてウクライナも原子力発電所を攻撃しているとすることで、国際社会の非難をかわそうとする狙いがあるとされ、捏造されたものである可能性が高いとの見方が広がっているな。ロシアは2022年2月24日にウクライナへの侵略を開始した際、ウクライナ北部キーウ州にある、チョルノービリロシア語でチェルノブイリ原子力発電所を占拠したよ。チョルノービリ原子力発電所は旧ソ連時代の1986年にそれまでの史上で最悪の爆発事故を起こし、その爆発で4号炉の建屋が吹き飛んだんだ。事故後、大量に発散されていた放射性物質を封じ込めるための石棺が急ピッチで建設され、その異様な姿は世界中に大きなショックを与えたことは記憶に新しいよね。旧ソ連が崩壊して以降、チョルノービリ原子力発電所はウクライナの管理下に置かれ、ウクライナは稼働していた3号炉を2000年に停止させた後、2007年から2019年にかけて老朽化して、
崩壊や放射線漏れが懸念されていた4号漏石管ごと巨大な金属製のカバーで覆う計画が立てて建設したぜ。この4号炉の残骸と老朽化が進む石管を丸ごと覆う巨大なカバーはニューセーフコンフィネメント。新安全閉じ込め構造物 NSC と名付けられ、257m×162m の面積に、高さ 108m 30階建てビルに相当、総重量3万6000トンに及ぶらしい。2011年に発生した東日本大震災の津波によって被災した東京電力福島第一原子力発電所でも、事故を起こした原子炉建屋にカバーがかけられたんだけど、その高さは50メートル程度で、チョルノービリ原子力発電所4号炉の NSC の高さはその約2倍にもなるんだ。また、福島第一原子力発電所の建屋カバーは、放射性物質の飛散を防止し、建屋に保管されていた使用済み核燃料を、保管プールから取り出すための仮設の構造物でしかないのであるが、一方のチョルノービリ原子力発電所4号炉の NSC は、放射性物質の飛散を防ぐ目的は同じであるものの、老朽化が進む石管などの解体作業を安全に進められるように、内部に換気システムが備えられており、作業にかかる年数への配慮からその耐用年数は100年とされているみたい。ウクライナへの侵略にあたり、ベラルーシなどからウクライナ北部に侵入したロシア軍は首都キーウの北約130クムにある、このチョルノービリ原子力発電所に進軍し、施設の警備隊と戦闘を繰り広げた後、発電所を占領して掌握し、職員を人質としたね。ロシア軍はこのチョルノービリ原子力発電所を足がかりとして首都キーウの攻略を目指すものと見られていたが、やがてキーウにあと一歩の地域まで迫りながらも、春の雪解けによるぬかるみで進軍速度が落ちたところを、ウクライナ軍の抵抗によって大損害をかぶり、ウクライナ北部から撤退して占拠していたチョルノービリ原子力発電所を放棄したことで、戦闘による放射線が拡散する最悪の事態は免れたってわけ。しかし、南部ザポリージャ州に侵攻したロシア軍は同州のドニプロ川沿いにある、ウクライナ最大かつヨーロッパで3番目の規模を誇る、ザポリージャ原子力発電所を占領するために攻撃して火災が発生するなどして、世界中がロシア軍の行動を懸念し不安が広がったぜ。ただ、チョルノービリ原子力発電所にせよザポリージャ原子力発電所にせよ、ロシアがそれらを占拠しようとする目的は、原子炉をそのもの破壊することではなく、戦略としてウクライナにとって重要なインフラを占拠することで、ウクライナに政治的な圧力をかけるためだと見られていて、ロシア軍がこれらの原子力発電所を破壊することは、すなわち核兵器を使用することと同義であるとする見方をロシアもしているとされ、破壊される可能性は低いとされているな。しかし、ロシア軍は2023年6月にウクライナ南部ヘルソン州のカホフカ水力発電所のダムを決壊させ、ザポリージャ原子力発電所の冷却水として利用されていたカホフカ貯水湖の水位を低下させたんだよね。このことによってザポリージャ原子力発電所では、ロシアに占領されて以来運転は止められているものの、使用済み燃料を冷却するために必要な冷却水の確保が難しい状況になっているとされ、メルトダウンなどの可能性があることが指摘され、さらにザポリージャ原子力発電所の近くでは6月上旬から、ウクライナ軍の反転攻勢作戦が展開されており、原子力発電所が戦闘に巻き込まれる危険性が高まっていることも各方面から憂慮されているな。国際社会では、このようにロシア軍がウクライナの原子力発電所を政治的に利用しようとして、危険にさらしていることを非難しているが、ロシア軍は全く意に介さずザポリージャ原子力発電所を占拠し続けているばかりか、ウクライナ西部のフメリニツキー原子力発電所へ攻撃を実施したことで、さらに非難の声の高まりを、ウクライナも原子力発電所を攻撃したとしてそらそうとしているのであろうとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。